熊本県立東両高等学校は、熊本県熊本市東区小峰4丁目にある公立高等学校。熊本県では1988年と直近に設立された県立の高等学校で大部分の生徒が国公立大学をはじめとする上級学校への進学を目指す。進路多様校である2018年に創立30周年を迎えた。作詞。 作曲は、初代工場の花吉洋一による。3番まであり、各番とも、お東両で終わる。校歌とは別に、東寮ま両参もある。東寮両高校同窓会学校敷地面積は7万5千平方メートルを超える。校舎の設計は、木島康氏康都市研究所による。校舎の竣工は1988年で、 敷地面積は6万5五千平方メートル。建築面積は8,256平方メートル。延べ床面積13,153平方メートル。鉄筋コンクリート構造4階建て。1991年に第4回、村の統合賞を受賞しており、熊本アートポリス選定既存建造物である。毎年5月に行われる、体育大会では、マスゲームが行われる。 ありがとうございます。